岩田大祭りを前に地元の中学生たちが踊りの練習に励んでいます。27日から岩田市で開催される岩田大祭りで踊りを披露する城山中学校の1年生234人が昨日の練習会に参加しました。中学1年生の踊りの参加はおよそ20年前から続いています。中学生は地元の民謡普及協会の指導員から本番で披露する民謡岩田囃子の振り付けを教わりました。